対する赤組は小野田のお兄さん、そしてフジテレビ女性アナウンサー軍団が登場。披露するのは今大注目の日韓共同プロジェクト、ニジプロジェクト。今宵NiziUのさらなるオーディションを開催。果たしてキューブの行方は。似てる。皆さん、ここまで本当によく頑張りました。これが最終オーディションです。最後のこのキューブを獲得した人がデビューできます。頑張ってください。それでは始めましょう。はい、ミュージックスタート。最後のこのキューブを獲得できるのはあなたです。ありがとうございました。オチ分かってたぞ。ありがとうございました。オチ分かってたぞ。まずはね、はい、ビッシュなんですね。ビッシュね。どう見てもチコみたいな振り付けはないんですよね。多分だから分かんないですけど、やっぱこう太ってらっしゃるからこう、うん、ダンスもちょっとアレンジ加えたんですか。アレンジというか気づいたらああなってました。気づいたらああなってた。気づいたらぴったり揃ってたよ。はい、ビッシュのアイナジさんのハスキーボイスがすごい似てて、ちょっと鳥肌立っちゃいました。大人気ですよね、ビッシュも。はい、はい、すごい、あの歌もめちゃくちゃ上手い方なんですけど、 そこもしっかり寄せてて。なるほど、ありがとうございます。はい、そしてあのフジテレビのアナウンサー軍団、素晴らしかったですね。ですね、アナウンサーということ忘れるぐらいの。いかがでしたか。いや、 J.Y.Park さんちょっと言い過ぎてて、はい、笑いこらえるの必死だったんですけど、はい、アナウンサー軍団が、はい、あの歌もダンスもやってましたよ、ね、それぞれに寄せてて、はいはい、すごい似てました。似てたな。だってみんな見てたでしょ。いや、みんな見てるし、今本当に山崎さん もう好きで見てて、まあぼちぼち、はい、そうですね。ぼちぼち。私はあの一番いい角度を見てくれました。なるほど、アドバイスをくれたってことでございます。だって髪の毛もこれカツラじゃないもんね。もうカツラじゃなくてハサミを入れてもう腹を決めました。小栗さんはいいんですか。小栗さんは一旦僕の中から消えました。めちゃめちゃ世話になってるものすごく世話になってます。はい。